皆さんおはようございます。おはようございます。はい、チームスパルナのミナとレナです。今日はね、気温も低いから車にはいいんじゃないかな、ね、ドライバーも、まあ、乗ってて走ってる分にはちょうどいい気温だし、走りやすいと思います。はい、狙うわ、3チーム狙うわ。3チーム狙うわ。ワン、ツー、スリーフィニッシュを狙いたいところですが、いや、まあ、本気チームもいますので、まあ、エンジョイしながら、ね、みんなが、参加者の皆さんがね、楽しみながら気持ちよく走れればいいかな。それでこう順位のね、いいところを取れれば最高かなって思います。はい、その通りです。ずるいな。天気も良くて気持ちいいので、ちょっと声はガラガラですが、気持ちはもう高ぶってまんまです。はい、じゃあ今日も頑張るぞ。頑張るぞ。突撃隣のピットボックス、イエーイ。ということでですね、チームスパルナの、はい、3チーム走ってるんですが、3チーム走ってます。あの、結構頑張ってますね。あの、ね、セカンドチームが頑張ってる。いや、セカンドじゃないです、ね、サードかな。サードチームサードです。なんか、まあ、タイムも頑張ってます。だいぶいい感じに、うん、しかも、あのサード、あのインテでも満点取ってて、タイヤ交換もタイム一番良かったんで、で今も一番いいんで、チームスパルナ、これはありますよ。それは何チームがサードです。やっぱりそうなんだ、はい、表彰台登れる気満々になってる。サードチームで走ってるのはどっち？いないんですよね。いない、はい、いいのよ、いいのよ。でも乗りますけど、サードチームが行ったら、はい、表彰台に、表彰台は、はい、チームなんで、2人を表彰台に上げるチームなんで、ね、そうなんです。任せてくださいって言ってたんで。いいね、いいね、はい、いいですね、そういうのね。チームスパルナ今ですね、はい、表彰台目指してもっか、はい、頑張ってる最中ですね。そうです。で、リナチームは、リナチームはさっき走りまして、多分私がペナルティしたっぽいです。なんかあった、あのピット入ってくるときに一時停止があったみたいなの。そうなんか、それ全然気づかなくて、速度違反しないようにはしてたんで、普通にトラーってきたら、はい、はい、うちのね、ペナルティです、ね、って。近頃あそこ一時停止するようにしちゃったんで、うん、はい、それを聞いてたんで、ちゃんと止まりました。そう、教えました。はい、身をもってあれしたんで、それをね、伝授して止まって。どっちのチームの方が上？絶対ファーストの方が上。ファーストの方が前は走ってるんですけど、で、多分ゆっくり行ってるよね。はい、セカンドです。レナさんどのぐらい出したの？長い時間じゃないって聞いてて、で、走って鳴らしてたら戻ってこいって言われたんで、なんかマシントラブルかなと思ったら、もう時間終わってたんですよ。自分の思ってる時間と立ってる時間が違ったんですね。時間感覚があんまなかったんで、ね、終わり、本当の交換みたいな、したら終わりだよって。もっと走りたかったんだ。これからだと思ってて。準備してたのかな。終わりちゃんの番終わり。終わりですかみたいな。もっと走らせろって言えばいい。ちょっとあの、自分が遅かったでした。来年はもっと走ってもらうから。間違え、最初はもう今度からは出た瞬間からもう全開で、すぐ全開に行きます。もうお願いします。鳴らしてる場合じゃなかったでした。必要なかった。5周ぐらい。あ、これたった5周なのか。え、2周ぐらいしか走ってないと思った。そっか。3回ぐらいは見てお前。リカちゃんは5周ぐらい走ってる。走りました、私は。あ、走ってたんだ。3回はストレート通ってる。3回は通過してる。はい、通過してます。全部インを入れると面白い。はい、走ってるんだ。そうか、あれ何やってたの。おかしいな。来年は1時間走ってね。そしたら順位が、そうだね、その勝ち狙いじゃなくていいんであればみたいなね。大丈夫、それはあのサードチームがやるから。あ、そうです、そうです、サードチームがやるから。Tに任せて、Tに任せて、みんな待ってるぜ。イエーイ、イエーイ。さあ、あそこにいるのはトップのチーム、双剣レーシング、はい、突撃隣のピットボックス、最高、行くぞ。さあ、トップ回想中の双剣レーシングさん、はい、あ、こんにちは、どうも。緊張してます。はい、緊張してます。トップ行ってますよね。トップです、はい、ありがとうございます。全然計画通りですか？計画通りです。やっぱなんかもうこれがね、まさかこれはドライバーとですか？ドライバーさんと、そうです、更新してます。本気ですね、これは。愛してるよとか、愛してるよとか。真面目な作戦です。私たちもこういうものを用意して、ちょっとね、ペース配分をこうね、指示した方がいいかな。そうだね。で、iPhone で音楽聴きながら、毎回、いつも上位じゃないですか。なんでですか？なんでですかね。もう、後のことは考えてないです。
今日走るわよ、もう車壊れてもいいや、はい、こうやって収録してる最中にあのドライバーから連絡あるはずだったんだけど、今あーって、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、やるはずだったんだけど終始にこやかになっちゃってドライバーどうしたんだろうってなっちゃう、はい、かもしれないです。あれって今、はい、スイッチ入れちゃえばいいのに、今スイッチで、はい、なんか喋ってる、ね、なんか喋ってもらっていいですか急に、メラ様がちょっと待って、創建レーシングさんもう出てどのぐらいですか。出てですかね、私は1年ぐらいなんですけど、皆さんはもう何年もやられてるんで、そうですよね、はい、じゃあぜひ、レースすごい楽しませていただきましたので、皆さんも よかったらお願いしますすいません、優しい、優しい、優しい、優しかった、はい、ありがとうございます、頑張ってください、はい、ありがとうございます。女ドライバー、さやかちゃんが女性ドライバーの、あれちょっと早いよね。そうですね、早いですね、いつもブイブイはしてるよね、トップの方で、ね、そうなんですよ。ちょっと喧嘩売りに行く、行きましょう、行きますか、はい、よし、突撃トレのピットボックス、イエイ、あ、どうも、こんにちは、こんにちは、持ったな、マイク、はい、私のマイクなんで、俺がマイク振りたいからなんでもいないんだけどな、はい、じゃあ、俺やった、どのぐらい走ってんの今、それがですね、A チームが 1,2,3,4,5 でですね、あんま、ちょっと不調です、今、不調、はい、とっても不調です。不調でもだって何番手走ってんの。5です。A はね、 A はね、悪くないですね、ちょっとね、私バルノは、え、どうですか、1,2,3 もしかしたら戦ってんの、じゃあこの、あ、戦ってるらしいです、どうもどうも。最初はスタート自分だったよね。そうです、あの前早かったね、やっぱりね、前早かったです、ね、え、しかも、うん、あの時間が全然ないもんで、なんか全然あんまいいとこなかったです。そう、はい、そうなんだ、今回いいとこ見せられなかったんだ。あんまいいとこなかったですね。まあでも分かんないさ、なんかトラブってまた走るかもしれないんで、はい、スパルナーのね、この2名のチームがさやかやっつける。あ、本当ですか。え、ちょっとじゃ あ、じゃあちょっと2人でちょっとなんかあのタッグ組んで。おお、あのちょっと事前にこう言っといてもらえば、みんなでこうやっといたのに、ちょっとすいません、結構多分突然でしたね。そう、脳みそが回らなくて。さやかさん、さやかさん、そういう、はい、あの台本通りに物事いくの。あ、いや無理っす。じゃあ次回のレース、女性ドライバーチームみんなかかってこいや。えいえい、おお、互い頑張ってね。どっちが、どっちが前に行くか分かんないからね。まだ分かんない。まだ分かんない。結構トラブってんですよ。大丈夫。最後の走りがあれば。イエイ。気合がすごい。気合がすごい。気合がすごい。また。さあ、ここはですね、グローバルウィングチーム、はいはい、今ね、総合4番手走ってる。グローバルと言ったら、走るの早かったというか。あ、そうあの、走りも頑張ってるんで、ちょっと行ってみますか。行ってみましょう。突撃隣のピットボックス、えい、はい、このおじさん、スタートドライバーです。今、順位は、今、順位は、コース上4位。4位で、おそらく、はい、いいとこ行ってんじゃないかと。2人のチームない。 6?7 7かー。少しずつあの上を走ってる連中をあの潰しに行く。いやー潰し、あ、なんか余裕じゃないですか、とか言って。この前なんか早かった人でしょ。でも早い、ね、やっぱ早い、こっちだな。いや、どうでしょう、絶対こっちだな。いや、レナさんは相当早いよ。本当にガセネタですもんね。ちょっと2人も頑張ってるんで。そうですね、じゃあコース上で、コース上で、はい、車は何ですか。もう出番終わっちゃったんです。残念ながら、はい、これは何に使う、何に使うよ。ピットイン、ピットアウトの時にお手製の参戦してどのぐらいですか。参戦して僕は3年ぐらいですかね。今年は優勝しますからね。こんなも今本当に狙ってる。狙ってます、ね、もちろん、マッスル良かったでしょ。インテは、インテは1位です。メカはおそらく1位。え ?1 位あれ ?1 位はチーム超えた。お、うん、うん、え、あれ1位、あれがトップだ。おお、創建、創建レーシングはまさかの結構本気になってる。この丸太にですね、はい、もっとたくさんのチームかかってこいって、かかってこいやって、ちょっとみんなに、視聴者に向けて言ってください。視聴者に向けて言ってください。はい、行きますよ。丸太で私らに、かかってこいや。
ただ大事です。素晴らしい。じゃあ表彰台で会いましょう。そうですね。ね、はい、頑張ってください。ありがとうございます。さあここはですね、はい、コスブリーズチャレンジャーとストライカー、はい、結構平和にやってそうなんで、はいはい、どんな状況か聞いてみますかね。聞いてみましょう。はい、突撃隣のピットボックス行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。チーム名は、COS ブリーズチャレンジャーです。コスブリーズじゃなくて COS、 あ、COS コスじゃない、COS です。そうです。はい、今どのぐらい走ってる。今後ろから3番目ぐらいですからね。計画通り。もちろん。いやいや、楽しんでなんぼなんで。なるほど。一番楽しんでるチームだと思います。なんか後ろはずいぶんあれですね、すごい快適なピット。そうですね、これが、え、これがレースっていう話を聞いてるんですけど。すごい、なんかいいな、こんなすごい快適そう。このスペースすごい、うん、風よけを作って、さらにテントを入れて、テントで家族で参加してていいですよね。え、調子はどうですか今日は。絶好調です。メカやインテはどうでしたか。メカやインテも絶好調です。あ、絶好調です。前回うちのストライカーのチームの方が、前回、優勝、クラス優勝ですけど、クラス優勝してますので、まあ、今日も、ストライカーの方は優勝できるのかなと。そうなんだ。そうですね、ストライカーとチャレンジャーでこうなんとなく雰囲気を。そうですね、チャレンジャーはそのストライカーに乗りたい人たちが集まった。なるほど。人たちの集まりで今オートマノビッツで戦っています。多分唯一オートマノビッツじゃないのかなって。エンジンも全部ノーマルで走ってます。お二人に聞きたいことあります。もうちょっと遅く走ってもらえますかね。まあちょっと僕らのお手本となるような走りを見せていただくと、はい、まあどんどんこの丸太も盛り上がっていくのかなと思いますので、はい、実はやっぱサルナって早く思われてるね。思われてますね。あ、インスタフォローしてます。え、どっちのインスタ。イタリアさん。私今やってないんで。実はやってなかったんで。はい、フェイスブックだけなんで。インスタとフェイスフォロー待ってます。待ってます。あの、女の子いるんですかチームに。チームに女の子いるんで決まってるじゃないですか。花がないと。花が素晴らしい。花は、あら、あら、花が男臭いだけじゃないです。じゃあいいです、女の子も大歓迎です。女の子も大歓迎です。女の子大好きです。COS ブリーズチームに募集しています。レースしたい方、したことない方、知識がない方、みんな大歓迎です。待ってます。イエーイ。さあここのチームはですね、ゼッケン86番、はい、なんとチーム名が1人1万5000円でレース体験っていう。おお、1万5000円で。そうなの。7人ぐらいで来てるから。ああ、そうかそうか。よし、それでは行きますか。はい、行きましょう。突撃隣のピットボックス、イエイ。はい、こんにちは。こんにちは。チーム名は BR86Z、 1人1万5000円でレース体験チームです。値上がりしました。値上がりしました。前はいくつだった。1万円。5000円ちょっと。これはいかんですね、もっと安く出られるようにたくさん集めないといけないと。はい、人数集めないといけない。順調ですか。そうですね、まさにスパンナチームさんと今戦ってる。同じ同じ感じ。今うちが4位かな。で3位と5位かな。はい、ああ、7人で走ってもそんないいとこ行ってるんですね、今。素晴らしいですね。総合10位ぐらいを。そんな安上がりでさ、いい順位を走られるとなんかちょっと悔しいよね。安上がりね、確かに、ね、え、でもそういうチームがあった方がいいですよね。ね、参加しやすい。なかなかそうはいかないんだけど、みんなあんなのつけてるチームだけが。そうそう、ね、やっぱり上位はちゃんとヘッドセットとかつけてる。100均の。ああ、100均の。いいですね、お手製な感じがすごく。よし、我々も頑張るぞ。頑張ります。安上がりでいくぞ。はい。とにかく1万円くらいでレースできるってなかなかないと思うので、ぜひうちのチームにお越しください。たくさん集まれば1人8000かもしれない。そうです。次回も頑張るぞ。みんなかかってこいや。
ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。